ファーウェイ事件と通底。 DJI 製ドローンの問題は、2018年末にアメリカが中国通信機器大手のファーウェイや ZTE 社製の通信機器を全米から排除する決定を下した事件と通底している。アメリカが決定を下した背景には、中国が2017年6月に施行した国家情報法に対する懸念がある。同法は国家としての情報収集に法的根拠を与えるために定められた法律だ。その第1条は、国の情報活動を強化及び保障し、国の安全と利益を守ることを目的とすると規定し、第7条は、いかなる組織及び個人も法に基づき、国の情報活動に協力し、国の情報活動に関する秘密を守る義務を有し、国は情報活動に協力した組織及び個人を保護するとしている。つまり、中国の国民全員が国のために情報収集を行う存在であると定義している。これはスパイに他ならない。それを国家は全面的に保護すると言っているのだ。ファーウェイや ZTE がどれほど身の潔白を説明しようとも、中国政府から協力を求められた場合は抗えない制度になっている。当然 DJI も中国の企業である以上はこの法律に従うしかない。国家情報法では第9条で、国は国の情報活動に大きな貢献のあった個人及び組織に対し表彰及び褒章を行うと規定し、第25条で、国の情報活動への支援協力により財産の損失が生じた個人及び組織に対しては国の関係規定に基づき保障を行うと損失保まで定められている。日本の IT 企業で起きた中国人従業員情報漏洩事件。2019年、日本のある商社系 IT 企業の A 社で起きた中国人従業員による情報漏洩事件は、この国家情報法と関係している可能性が非常に高いと見られている。これは重大な事件なので、事の経緯も含め説明したい。 A 社で中国人労働者の X が退職間際に社内のパソコンから 1.5GB ものデータを中国企業バイドゥが運営するストレージサービスに転送した事実が発覚した。送信されたデータを新聞の情報量に換算すると約5万ページ分にも及ぶ。バイドゥは中国版 Google と称される検索サービスの大手企業として知られ、シメジと呼ばれる着せ替えキーボードのアプリケーションを提供している。着せ替えキーボードアプリとは、スマートフォンやパソコンで文字入力する際に日本語の漢字仮名混じり文にするソフトだ。そのシメジは以前変換した文章が全て中国に送られていると問題になったことがある。つまりシメジが情報を抜き取るためのサイバー攻撃のツールだったのである。データ転送を繰り返していた。このシメジ問題によって新たな疑惑も生まれた。それは検索エンジンの利用などで一度でもバイドゥにアクセスしたパソコンは情報を抜き出す不正プログラムが送り込まれ、それ自体がサイバー攻撃のマシンに変わってしまうというのである。人民解放軍が実戦配備したサイバー攻撃の仕組みはグレートキャノンと呼ばれ、実際にアメリカのインターネットサービスがグレートキャノンの攻撃に遭い機能不全に陥ったことがある。この中国人社員は国家の命令を受けて日頃から少しずつデータを小分けにして転送を繰り返していたと見られている。転送した事実は同社が運営するネットワーク監視機能で直ちに検出されたものの、 1.5GB のデータはすでに送られた後だった。 A 社は X 本人を呼び出し聞き取り調査を実施したものの黙秘を貫かれた。その後 X は退職届を出し、現在は音信不通の状態で、真相は闇に葬り去られてしまった。日本の法律では裁けない。極めて深刻な事態。 A 社では顧客のネットワーク構成図や IP アドレス、コンピュータの通信識別番号も普段から扱っており、それらの情報は機密情報に該当する。しかも頭が痛いのは、通信記録から大量のデータがバイドゥに送られたことをつかんだものの、どのようなデータが送られたのかについてはデータが暗号化されていたために知るすべがない。通常この手の情報漏洩が起きた場合は不正競争防止法を適用し、持ち出されたデータが営業秘密に該当することを証明する必要がある。ところが今回はデータが暗号化されていたために立証できない。現在の日本の法律では犯人を裁くことはできないのだ。仮に A 社が
警察に被害届を出したり、国際刑事警察機構 ICPO を通じて捜査協力を相手国に求めたりしても、日本国内で刑事犯罪としての要件が満たせなければ相手政府も協力できないとの立場を取ることは明らかである。 A 社は風評被害を恐れたからか事件を公表していない。しかし A 社の事業内容を見ると、各種の公共団体のネットワーク構築を請け負うとともにセキュリティ監視も手掛けている。事態は極めて深刻だ。アップルで中国人技術者が、中国人従業員による内部犯行はアメリカでも起こっている。2019年1月に米アップルの自動運転技術の企業機密を盗んだとして FBI がアップルに勤務していた中国人技術者を逮捕した。2018年6月にアップルに入社し、自動運転車のハードウェア開発チームに所属していたが、中国へ渡航予定の前日に逮捕されている。犯人が自動運転車開発に関する写真を撮影していることに気づいた同僚の通報で内部調査した結果、撮影データのほか図や2000以上のファイルを個人所有のパソコンにコピーしていたことが判明した。アップルでは2018年7月にも自動運転車の機密情報を盗んだ疑いで別の中国人が起訴されている。従事者の国籍によって内部犯行のリスクが排除されるわけではないが、国家情報法が施行されている以上、中国人従業員を情報やデータの管理職に指名する場合はスクリーニングを徹底すべきとの声もある。採用に際して十分な身辺調査を行う企業も。スクリーニングとは採用に際して十分な身辺調査を行うことである。アメリカでは嘘発見機にかける企業もある。またスクリーニングの専門会社も存在する。日本では採用面接の際に両親の職業を尋ねることもはばかれるが、少なくとも出身校の教師や前職の同僚や部下から話を聞くなど、可能な限り過去に遡って労働者の経歴などバックグラウンド情報を収集することが肝心だ。もはやそのような時代に来ており、特に情報やデータの管理職に指名する人物に対しては徹底したスクリーニングが欠かせない。今後入管法改正で様々な国から労働者の流入が見込まれる。国益を守るためにはスクリーニングを合法的かつ効率的に行う仕組みを早急に構築する必要がある。軍用ドローン1機で飛行場を壊滅させる破壊力。日本の防衛省は2018年2月国内の米軍基地専用施設の上空や周辺でドローンを飛行させないよう航空機の安全な航行を妨害した場合は法令違反にあたると注意喚起するビラを各地の防衛局に貼り出した。だが現代のドローン戦争を想定するとあまりにも対応が生ぬるいというほかない。現在の軍用ドローンはたった1機で飛行場を壊滅させる破壊力を持つ。防衛省が多額の防衛費を投じて日本に配備する陸上イージス陸上配備型ミサイル迎撃システムでも対応できない可能性が高い。仮に低空を自立飛行可能なドローンを大量に製造できる国が軍隊としてドローン戦闘機部隊を整備し、何千何万ものドローンを戦争の相手国へ向かわせる戦術を取った場合、相手国は大打撃を被るだろう。ドローン1374機の編隊飛行に成功した中国。2015年4月7日、アメリカ国防総省が発表した中国の軍事力に関する年次報告書には、中国は2023年までに4万機以上の無人機を製造すると記されている。あれから約4年半、中国のドローンの能力は格段に向上しており、2018年4月に中国はドローン1374機の編隊飛行に成功している。人民解放軍が今力を入れているのがロボットの群れ作戦だ。中国の軍事作戦の特徴は飽和作戦といって、数の力で相手を制圧することを目的としたものが多い。例えば強力なミサイルを開発するよりも何千何万発というミサイルを撃ち込んだ方が勝率は高くなる。軍用ドローンが何千機と襲来した時、今の日本には対処のしようがない。2019年4月10日、中国は尖閣防衛識別圏に攻撃能力を搭載した無人偵察機 TYW-1 を配備した。 TYW-1 は約40時間の飛行が可能であり、かつ最大離陸重量は1500キログラム、
総重量 300kg のミサイルや爆弾を搭載することができるとされている。中国海警が尖閣諸島にドローンを、その1ヶ月後の5月18日には尖閣諸島の領海内に中国海警2308からドローンが飛ばされ、航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進している。中国は今尖閣領海内でドローンを飛ばし、日本がどのような行動を取るか、どこまで行えばどう対応するのかを盛んに探っている。スクランブルにかかる費用は1機あたり300万円から400万円とされており、一方の中国はドローンを飛ばすだけで済む。コストも安上がりで、戦闘機を飛ばすよりも密かに確実に情報収集が行える。水中ドローンの恐怖、これだけではない。ドローンというと飛行型を思い浮かべる人が多いが、中国は水中ドローンの開発にも成功している。国営の中国航天科技集団が開発した魚群 NH1、NH2、NH3 がそれで、 NH とはインフラ攻撃を目的に開発されたものを意味する。日本は海底ケーブルでインターネットがつながっているが、それらを破壊されたら日本のすべてのネット環境が遮断され、日本社会は機能不全に陥ってしまう。日本もアメリカのように安全保障の観点からドローンの技術的使用などについて何らかのセキュリティ規制を設けることは緊急の課題だ。日本政府はファーウェイと ZTE の製品を政府調達から事実上排除する方針を掲げたが、ドローンについても早急に検討すべき時に来ている。中国の日本侵略は着実に始まっていることを国民も政府ももっと自覚すべきだ。いかがでしたか？日本は法律を改正して一刻も早く情報の流出を阻止しなくてはなりません。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。